谷翔平塩パスタ、山田哲人チーズバーガー。この人ならではの食事法って他にある？朝カレーって誰だっけ？イチローの朝カレー。ボルト、大会中もナゲット食いまくるわ。アナウンサードン引きの焼肉。生肉ワンバン焼肉。あれ好き。山本正式やめえや。マサのタレ。楽天福山、生肉を食うことで腹を壊して体調最悪の状態でも抑えられる投球術を身につけるトレーニングをしていた。福山だったか。あれも今考えると安楽と同じで注意できる先輩がおらんかったんやろな。暴走に他ならないやろ。まさに肉が浸透してて草。立浪だかはいろんな種類の料理頼んで全部ちょっとだけ手をつけてゆっくり食うとか。ここまでで一番下品なのこれやな。王様食いやん。イチローはシーズン中痩せないためにチーズバーガーとかジャンクフード食いまくってたらしいな。イチローは食事の栄養バランスとかよりもまずは安定した量を食うことが大事だと言ってたな。なんかボクシングとか減量がすごいみたいな風潮あるけど、プロのトレーニングなら勝手に痩せ細っていくんだから常に食えて太れる方が重要とか言うな。体質的に痩せやすい人太りやすい人がいるからね。イチローはメジャーリーガーとしては小柄で痩せやすい体質だから、野球選手としてはむしろハンデを背負ってたとも言える。山田ってイメージ悪いよな。一瞬活躍しただけだし。イチローの朝カレーってデマじゃなかったっけ？デマっていうかそんな長期間やってない的な。朝カレーをやめた後はずっと朝そうめんだったらしい。毎日同じルーティンで同じものを食べるタイプなんやろ。同じもの食べてると体調の変化にも気づきやすいし。山田は坂本の食生活見習えよ。なんでお前の方が先に劣化してんだよ。山田は良くも悪くもアホの子だから監督やったらクソ叩かれそう。落合って夏なのに毎日鍋食ってたんだっけ？まさにくはどう考えてもあれ食ったら体勢がつくんじゃなくて、あれ食って腹壊さないやつが体勢できるパターンなんだよな。インド人が日本で長く暮らしてインドに帰ると地元の食事で腹を壊すというし、毎日不衛生なもの食べてるとある程度は体勢つくんじゃね？インドだけじゃないけど後進国の屋台、ハエ尋常じゃなくてビビるわ。日本の出店の裏もそうなんかなって思うと食えなくなったんも。